演舞開演。どうも、本日はこちらシャトレーゼ。よもぎ粒あんかしわ餅を食べたいと思います。やっぱりタンクはかしわ餅ですよね。まあ自分の中ではなんですけど、ではいただきます。祝日はひとまとめにするようなものではないと思います。噛めば噛むほどよもぎのうまみが口の中に広がる餅とさっぱりとした甘さの粒あんがとってもマッチしていました。端午の節句にこれでお祝いしてあげたらとっても喜んでくれると思いますよ。おすすめできます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。